健康ヘライじゃ。さて今日はタピオカ女王様木下ゆっきな43歳が34歳が YouTube チャンネル外録チャンネルでフジモンことフジモンティーヌとの離婚について告白した。これ私全部見ましたけど彼女嘘ついてませんね。ゆっきなが悪くて浮気してフジモンかわいちょって空気だったじゃないですか。それが違うの。では行ってみよう。いずこへ。二人の離婚は2019年12月31日タピオカ騒動による芸能活動休止より前に決まってたという。木下ゆきなは当時を振り返り、あの時点では話し合いのできない夫婦だったと涙ぐみ。喧嘩とかするたびにフジモンが離婚届を夜中でも朝でも取りに行って目の前に出された。彼は何回も何回も持ってきてと明かした。フジモンからだったのね。そんなフジモンに対して木下ゆきなは、離婚したいのかな、でも子供も小さいしもっと落ち着いて話し合いをして解決していこうよと離婚を引き止めていたという。フジモンかわいちょってのは違うのか。その後ユッキーナから初めて別れようと切り出し、離婚届を出したが、別れたいけど別れられない状況が1年ぐらい続いたと語った。その状況は精神的にもかなりダメージがあったと。そもそも同じマンションに同居していたのは偽装でも何でもなく子供のことを考慮した感じだったらしく、何より私が腹立つのは、おいフジモン、お前ユッキーナのフォロー全然してないよな。お前あれだけ世間で叩かれたらフォローしろよ。フジモンティーヌよ、あとフジモン、お前あれやぞ、私関西やから何個かお前なら掴んでるからな、お前裏取ってるぞお前。でもそれくらい憎くならないと夫婦って別れないんでしょうね。現在9歳と6歳の娘をユキーナが引き取って暮らしており、 J リーガー三幸秀俊選手29歳とラブラブ密着写真をインスタグラムに投稿するなどオープンな交際を続けていて、ユキーナの子供ともうまくやってて、かなり2人のバイブスが合うと。バイブスが、なんか下ネタみたいに言い回しを2回もしてました。ユキーナバイブスって何なの。あとやっぱユキーナってほんと典型的なテレビの人でしたね。人に声をかけられて元気が出ると彼女は言ってました。その感覚私にはわからない。これって悪い意味じゃなく本当に芸能人ですね。人から映る自分の姿を自分の評価と考えるタイプだから、評価が良いうちはいいけど悪い時はかなり落ち込むかもです。だから一見前向きに見える彼女の精神的負担は大きかったのかと我思うぞよ。われ精神科の薬も飲んでいたみたいだし、まあ、タピオカの恫喝があったけれどもその時は精神的に追い詰められてて最悪状態。確かにあれはひどかった。事務所総出で悪かった。でも子供もいるし応援してあげてね。概要欄にユッキーナのリンク貼っておくぞよ。はい、いい人戦略完了ってかったー。